令和元年10月6日福岡平和台陸上競技場にて2019九州社会新リーグユニコーンズ対 CA コルベスの一戦が11時キックオフで予定されております。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。さあ果たして今日はどのような試合が展開されるのでしょうか。手前側カラーブラックのユニフォームがユニコーン、奥側ホワイトのユニフォームが CA コルベツです。コルベツキックオフ、ユニコーンリターンで試合が始まります。さあ試合開始です。あ、でも俺の性格ならいい。ここでパンター70番ボールをファンブル、自ら抑えましたが陣地挽回になりませんでした。攻守交代です。このパントは、コルベツ陣5ヤード付近でアウトオブバーンス、攻守交代となります。ダンディオーク8番右オフタックル付近を突き約2ヤードゲイン。セーフティー、パンター70番スナップをキャッチミス、リカバーしようとしましたがエンドゾーンでボールが止まりました。この場合オフェンスの自殺点セーフティーとなります。したがってユニコーンに2点が入りまして、ユニコーン2点、 CA コルベツ0点。パス成功、ファーストダウン。パスの体型からパスを投げてちょっとふわっと浮いたインターセプト。ここでまだ行く、リターンする。これまたパスの体験、ボールを投げる、インターセプト。さあここはプレーを選択するようだ。さあ4回目の攻撃、ここは崩れたがギャンブル失敗。クォーターバックが外にロブしてパスを投げた、相手フォーナイスキャッチ、パス成功、タッチダウン。クォーターバック8番右ロールアウトからロングパス、ターゲット18番、このパスを18番が取ってエンドゾーンに飛び込みタッチダウン。新藤君へのパスが通りタッチダウン。ユニコーン6点獲得。ここはランを選択、おまだ行く、何枠8番中央突破を図り約3ヤードゲイン。ここはパスをクォーターバック走る走る走る、11番川島選手自ら持って走ります。ファーストダウン獲得です。パスを選択、QB走る、プレッシャーがかかる、押し切りかわす、空いてるぞ、ここは川島選手ファーストダウンにコルベツファーストダウン。中央へのランプレー、キャリア8番ボールはクォーターバックが持っていますがギャンブル失敗。クォーターバック10番プレーアクションからのパスを投じようとしましたが、これをユニコーン43番がQBサック、攻守交代です。ショットガン体系からボールをファンブルしている。どちらが抑えたか。ここでコルベツボールをファンブル、抑えたのはユニコーン、したがって攻守交代です。ターンオーバー、ここは反動をして何は捕まる、コルベツナイスディフェンス。パスを選択、投げた、これはトップキャッチは成功。パス成功。パスだ。QT が走る。持てる。走る。一人か。まだ。ブリッツが入って。再び中央への大プレー。ファースター。ここでパスブリッツが入っている。QT のあれが捕まった。投げられる。アンブルか。ターンオーバー。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー。しかしこれはコルベッツがアジャストしロス。このパント、ブロックで味方の選手に当たってしまいました。中央へのダイブプレー、キャリア20番。最後、下がどうでしょうか。パスで、またスラントラッタが、お、インターセプト。インターセプト。ターンオーバー。キムラチのオプションピッチ、キャリア8番、しかしこれもカバーされており、さらに3ヤードロス。パス成功、タッチアー。クォーターバック8番、ショットガンフォーメーションからエンドゾーンへのパス、ターゲット18番、このパスを18番がキャッチし、エンドゾーン飛び込みタッチアーン。ユニコーン6点追加。50秒になりました。アクションで急に投げた。ボールはどうですか。パス成功。パスだ。さあパスを投げる。パスを投げました。パス不成功。これはパスインコンプリート。クォーターバック11番、左に流れながらパスを投じましたが、このパスはカットされ、パス不成功。中央を進みまして、ここで試合時間がなくなりました。ラグビーでいうノーサイドですね。試合終了となりまして、ユニコーン14点、CA コルベッツ0点、ユニコーンの勝利となりました。